今日も聖書からのメッセージをご覧いただき心より感謝申し上げます。私はですね、ニュージャージーとニューヨークにおいて日本語を話される方のための教会の牧師をしております、ラブジュエピースチャーチの中島と申します。今日もどうぞよろしくお願いいたします。今日もですね、聖書からの素敵なお言葉を皆様にお届けすることができれば幸いであります。早速今日の聖書のお言葉をお読みさせていただきます。今日はですね、ヤコブの手紙の1章19節というところをお読みさせていただきます。ヤコブの1章19節です。愛する兄弟たち、あなた方はそのことを知っているのです。しかし誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。もう一度読みします。愛する兄弟たち、あなた方はそのことを知っているのです。しかし誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。はい、今日このところからですね、聞くに早い人、聞くに早い人というタイトルを持って、少しの時間お話をさせていただきます。今日の聖書を通して教えてくださることは、誰でも聞くには早く、語るには遅いようにしなさいということであります。これはどういうことを言っているのかというと、それは語る人よりも聞く人になりなさいということなんです。聞くことが重要ですよということです。耳が二つあって口が一つであるということは、それは話をすることよりも聞くことの方が大切でありますから。だから神様はそのように耳を二つ作って口を一つしか作らなかった、そのように言う人もおられます。面白い話であると思いますけども、でもただ面白い話だな、そのように言って過ぎ去ってはならないのではないでしょうかね。今日の聖書でも明確に教えることは、語るよりも聞くことの方が大切であるんだということを教えるんですね。聞く耳を持つことの大切さを教えるということです。もちろんあなたの意見を語るということを控えなさいということではありません。時には私の意見を言わなきゃならない時があるでしょう。周りにいる人々からも私の意見を求められる時もあるでしょう。聖書で言っていることは、あなたの意見を一切言いませんようにということではないのです。ここで教えることは、あなたが何も考えることなく簡単に自分の意見ばかりを述べるというようなことをしてはならないということなんですね。相手の気持ちを理解することもなくて、相手が今どんな状況にあるのか、そのことを何も考えることなく、あまりにも簡単に自分の意見、自分の主張だけを語ってしまうということをしてはならないということ、そういうことをしてしまいますから問題が起こるということなんですね。そしてその相手の気持ちを理解するということ、また相手が今どんな状況にあるのか、それを知るということ、そのことのために必要なことが聞くことだと言うんです。すなわち相手の意見をよく聞いて、相手の気持ち、相手の心、相手の立場、今相手がどんな環境に置かれているのか、そのことをあなたが聞くということを通して、そのことをよく知り、またその相手の状況や立場をよく考えた上で話をしなきゃならない、自分の意見を述べるべきであるということなんですね。何でも簡単に話をしてはならないんですよということ、何も考えることなく相手の意見をよく聞くということもせず、自分の意見ばかり、自分のことばかりを主張して、自分の意見こそが正しいかのようにして話をしてはならないということなんです。もし自分の意見を述べるということであるならば、まず相手の心を理解してくださいということ、相手の状況を理解してくださいということ、そのことをよく聞いて、そしてそのことを理解し、そのことを考えた上で私たちは意見を述べるべきでありますよということなんですね。聞くこともしないで自分の意見ばかりを語るんですから、だから問題が起こるんですね。
子供にも事情があるということを覚える必要があります。今勉強ができない事情があるということ、今お手伝いができない状況があるということです。そういう事情、そういう理由があるということです。もちろんただ単に怠けて、そんなことしたくないということであるかもしれません。でももしかしたら親が知らない、子供にしかわからない事情があるかもしれない。そのことを私たちはもっと理解をしなければならないのではないでしょうか。そのことを理解することもなく親の意見だけを語るならば、勉強しなさいと怒るならば、お前はいつもお手伝いも何もしないと言って怒るならば、愚痴ばかりを言ってしまうならば、親子喧嘩が始まるということでありますね。会社の部下が自分の願った通りに動いてくれなかったと言って、相手の意見を少しも聞くことなくて、いきなり怒鳴ってしまうということをしてはならないということですね。もしかしたらそれができなかった理由があるのかもしれません。もしその理由を聞くこともなく、一切聞く耳を持つことなく、いきなり自分の意見だけを主張するということであるならば、そのような上司にどうしてついていきたいと思う、そんな部下がいるんでしょうか。理解してあげるんです。まず聞いてあげるんです。友達がなぜ約束の時間に遅れたのか、そのように言って相手の意見も聞くことなく、頭ごなしにこちら側から一方的に怒ってはならないということなんですね。聞いてあげるということなんです。怒りをぶつける前に怒りを抑えて、言いたいことを抑えて、まず相手の意見を聞くということなんです。怒った後で遅れた理由を聞いて、怒ったことに対して後悔をしてしまうということが私たちの人生の中にたくさんあったんじゃないでしょうかね。私たちはもっと聞く耳を持つべきであります。その上で語るべきであります。そうするならば、今私たちが置かれているあらゆる人間関係がもっと良い人間関係と導かれるようになるでしょう。自分の感情を抑えて、自分が話をしたいという意見を少し置いて、まず相手の意見に耳を傾けるという、そのような姿勢が、そのような態度が私たちに必要ではないでしょうか。まず今日教えられることは、聞く耳を持つことです。聞くには早く、語るには遅いようにしなさいということです。お祈りいたしましょう。愛する天皇お父様、感謝いたします。聞く耳を育てることができるように助けてください。自分ばかり話すよりも、相手の意見をまず聞くことができる器として、さらにこのものを、我ら一人一人を整えてくださいますようにお願いを申し上げます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。はい、今日も最後までお聞きくださって心より感謝いたします。また次回、聖書からのメッセージを通してお会いいたしましょう。あなた